色画用紙で作る立体感のある菖蒲の葉です。菖蒲以外にも水仙の葉や稲の葉、草むらなど細長い葉に使えます。八つ切り画用紙を半分に切って2枚重ね、端の方をホッチキスで留めます。鉛筆で薄くジグザグの線を描いておきます。カッターナイフを向こうからこちらに引くように動かして線の上を切っていきます。はじめに描いた線から多少ずれても構いません。切り終わったらホッチキスを外します。下に柔らかい紙などを敷いて、色鉛筆やボールペンで葉の真ん中にしっかりと折り筋を描きます。ひっくり返して歯と歯の間にも折り筋を描きます。折り筋をつけたところを指でつまむようにして蛇腹に折り目をつけます。四つ切り画用紙を横に切ると、八つ切りの2倍の長さの葉もできます。先に花を張って、茎の根元を隠すように葉っぱを張りましょう。菖蒲の花や鯉のぼりと組み合わせて、5月の壁面を飾りましょう。